はようか。マニアの特権、岡です。恋は。そうやな。行こう行こうば。お帰りなさい、道島会長。ああ。それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだ。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。合にいらば合に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど。度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで登場会の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ、物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに。
せっかく福岡まで来たんだ。少しは一人で息抜きがしたい。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由が分かる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ、残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが、実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私東京でとある会社を経営してました。従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さ、一時倒産の危機もあったんですが、今でも堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。うちの会社とその関西の会社は長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持って我々は業務提携という形で和解し、共にこの
厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。だが実は今そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていましてね。このままでは両者食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。原因は先方の社長の病気にあります。余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。その社長さん大変理解のある方でしたね。私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし。当然次の社長が選ばれることになるわけです。その候補こちらにとって少々厄介な方々で、候補は3人。腕一本でのし上がった副社長に大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵っ子の取締役。タイプは違えど皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのはこちらの存在をよく思っていない、つまり好戦的な方だということです。そんな方たちが次の社長に就任したらこれまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方と手を結ぼうと思いましたね。いわゆる M&A 九州合併というやつです。万一の事態に備え少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう、うまく話がまとまってるといいんですが。まだ降りるとは言ってないはずだ。お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか。いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯茨の道を歩いてるつもりなんですよ。四代目になったら景気はようなるとかね。たまんきよったと思っとったらワンメーターとか勘弁してほしかよ。はい、かけそばお待ち。
コンテの番組よか見るね。ああ最近多かね。うち娘もよか見とよ。これあれやろ、プリンセスリーグとかいいよ。デビュー前女の子ば集めて競わせと番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、バッテンあげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。どうも。売り上げです。ああ、鈴木さん、お疲れ様。おう、お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。今日、列の途中じゃったのに、お客さんば乗せていったやろ。天神交通からクレームの来とばい。ああ、うちん会社特に保管会社から名場つけられとうとかあるけん、チコッと気場つけてね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。自分の責任です。よかってよかって。俺が今から菓子折りでも買うて先方に詫び入れてくるけん。そんな、私が行きます。よかよ、これも社長の責任やけんね。いや、私が。そう？それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所は分かると？祇園通りの西にあるけん。分かりました。そんじゃ頼んだけんね。済んだら電話ばちょうだい。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お疲れ様です。鈴木です。今天神交通へお詫びしてきました。そうね、そうね、大変やなかった？ええ、まあなんとかなりました。いや、助かったわい。本当のこと言うと俺、天神交通の社長さん苦手なんよね。そうでしたか。やけ、鈴木さんが言ってくれて正直助かったわい。いえ、今回の一件は私の責任ですから当然のことです。鈴木さん相変わらずシリアスやね。粗言律儀に謝られるとマイルバイ。ま、過ぎたことはしょうがないけん、粗言落ち込まんどいて。本当に申し訳ありませんでした。それじゃ。ちょ待った、今日給料日やろ。これからどげんね。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ、仕送りんことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。ええ、まあ。そういや、今まで聞いたことなかったばってん、地元に家族でも残してきとうと？いや、家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。あんま立ち入ったことは聞かんようにしとこう。
こりゃ鈴木さんがもっと稼いでもっと幸せになってくれればそれでよかげん。お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そげん仰々しい口に聞き方せんでよ。まあよかて、とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけ。大瀬橋の上で落ち合いましょう。わかりました。鈴木さん、待っとったばい。社長、お待たせしました。振り込みは無事済んだと。
ええ、そうね。でもよかねえ、鈴木さんは。俺とかこの年で守るべき人間もおらんけ、金の使い道がなくて困るまい。社長、今も独身なんですか。いや、まあ似たようなもんちゅうこったい。いや、ケンクサ、今日は俺がパーッとおごっちゃうけん、思いっきり遊ぼうやないね。そうと決まったら俺についてきて、鈴木さんにこん町場堪能させちゃうけん。はい、お願いします。そりゃそうと長洲には慣れたね。ええ、まあ困ったことになったらちゃんと相談せないけんよ。博多もんは情に熱いのがよかとこなんやけん。見ず知らずの俺を雇ってくれただけでも社長には感謝の言葉もありません。雇ってくれたなんてそげん。そもそもスカウトしたのは俺の方やろ。しかし社長、どうして俺なんかに声をかけてくれたんですか。そうやね、まあなんちゅうか勘ってやつばい。勘？うまく説明できんちゃけど、俺は自分が好きになった男しか雇わんしぎたい。鈴木さんは信用できる男や、そげん思うだけん声かけただけばい。でも初めて社長に会った時、俺はまああんま褒められた態度やなかったね。ばってん30年もタクシーで客を相手にしてきた俺やけん、人を見る目には自信があるとよ。この男は信用してよかって。やけんお前さんも俺をもっと頼ってほしかとよ。チコッと頼りなさそうに見えるかもしれんばってん。社長、ありがとうございます。この町で社長に会えたのは本当に幸運でした。こそばかよ。んじゃ、今日は思う存分付き合ってもらうばい。はい。おお、ここばい、花緑。まずは博多名物水炊き箱をや。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いやー、どげんやった鈴木さん、口で言ったね。ええ、さすが水炊きの本場ですね。醤油だしの鍋はよく食べてたんですが、鶏のだし汁で炊いた鍋を食べたのは初めてです。そうね、そうね。お、醤油ってことはやっぱり鈴木さん関東の人なんやね。あ、いや。まあ意地悪なこと言うつもりはなかったとばって。鈴木さん結構隠し事できんちゅうか、脇が甘かとこあるけん。ま、何はともあれ口を持ってよかったばい。そしたら次は屋台で飲み直そうや。それはありがたいんですが、社長ちょっと飲みすぎじゃないですか。大丈夫大丈夫、若か頃は上場みっち言われよったくらいやけん。上場み。さあ黙って俺についてこんね。ん、え、お姉ちゃん、こげん時間に一人で歩いとったら危なかばい。そうそう、危なか危なか、やけん俺たちが守っちゃうばい。そげんといらんよ。そこ
通して。ダメダメ、こげん可愛か女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃよ。もちろんお礼はしっかりしてもらうばってん。本当に大丈夫やけん。おい、貴さんだ。ああおっさん、今俺たちマジで忙しっちゃけど、なんかようあっとや。貴さんだ、寄ってたかってナンバしよっとか。恥ずかしくなかったや。説教やったら電柱にでも向かってしとけ。おっさん、どっか行かんや。うわこのそこまでだ。あ、なんや、貴さんもこいつの仲間ね。とりあえず財布は置いてってくれりゃ許しちゃうけん。金ば出してさっさと消えんねえ、おっさんその2。ナンパはお前らの勝手だ、好きにしろ。だがうちの社長に手あげたことは落とし前つけてもらうぜ。おっさんが何倍生きがどうとや。おい、ぶっ殺してやろうぜ。山笠組の人間やなさそうやし、ひょっとして別の組織の。余計な詮索はするもんじゃない。まだ痛い目に遭いてん。よかよか、鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたらもう行ってよかよ。すいませんでした。ありがとうございます、助かりました。いやいや、ほらもう帰りにしない。あんま遅くなると家の人が心配するばい。はい、あのそちらの方もありがとうございました。気にすんな。はい、それじゃあ。しっかし強かね、鈴木さん。ただもんやなかとは思うとったばって、腕っぷしまで強いとは恐れ入ったばい。たまたまです。ふん、まあよかったい。次の店に行こうか。博多で遊ぶっちゅったらやっぱ屋台は外せんやろ。屋台で飲むのは長洲街の定番なんですよね。そうそう、長洲で飲むんやったら腹満たした後で屋台で締めの一杯飲むとが博多もんの流儀たい。そうですか。さあ、それじゃ入ろうか。しかし苦言して屋台に来ると思い出すね、鈴木さんに初めて会った時のこと。ええ、もう半年以上経ちますか。しっかしあん時は驚いたばい。鈴木さん、こん近くの屋台で地元の筋もんに絡まれとった女を助けたとはよかけど、その後孫連中に殴られっぱなしやったけんね。何があったんかは知らんばってん、あのまま殴られ続けとったら死んどってもおかしくなかったばい。お恥ずかしい話で。いやあ、そげんこつなかよ。俺はあん時確信したと。この男は普通やない。なんか心に秘めた強い思いがあるはずやってね。そんなことは。だけん俺は鈴木さんば助けた。
そして自分の会社で働かんか誘ったとばい。信用できる男やと思うたけんね。本当に中島社長には感謝以外の言葉が見つかりません。いや感謝しとうとはこっちばい。俺はあんタクシー会社をそういう自分によう似た仲間と一緒にやっていくとが夢ないよ。仲間？そう仲間ばい。真面目に生きたか正直に生きたか、でも過去や複雑な事情が理由でそれば諦めんなら人間もおる。俺は不器用な男たい。やけんわかる。不器用で真面目な男ほどその性格が災いして厄介ごとに巻き込まれる。そして行き場を失っていく。俺も昔良かれと思うてやったことが原因で多くの大切なもんば失うてしもうたことがあってね。でも俺は信じとう。不器用で一直線な男ほど仲間を裏切らん。何があっても信用できる関係になれるってね。そげを思うてあんたはうちの会社に誘ったとばい。俺にはあん時にあんたが孤独に見えてしゃあなかった。まるで昔の自分ば見とうような気分やった。人間は一人じゃ絶対に生きていけん。生きていくには仲間が必要ばい。そうは思わんね。社長、あん会社は俺にとって生きていくために必要な、そう、家族みたいなもんだい。やけん鈴木さんもそげん堅苦しくならんで俺をいとこの一人ぐらいに思うて付き合うてよな。はい。なんか辛気臭い話になってしもうたばい。ちょっと雰囲気変えてハイボールでも飲んでみようかね。おやさん、ハイボール。あの社長、ん？鈴木さんもハイボール飲むね。いや、そこまで社長に思っていただいてたというのに。俺なあ、昔の話ね。はい。それは期間中約束のはずやろ。よかよか、今はまだ話さんでおいた方がよかよ。でも鈴木さんが何か事情があって長洲に来たとは分かっと。でもあんたほど嘘をつけん男が隠さなならんほどの事情、今はまだ心の奥にしまっておいた方がよか。一度口にしてしもうたらこの半年間かたくなに守ってきたもんが壊れてしまうかもしれんけん。まあ交通違反でもして鈴木さんが警察に捕まった時は保護者責任として根掘り葉掘り聞かせてもらうとしようかね。そうせんと俺も捕まってしまうかもしれんけんね。すみません。気にせんでよかよ。あ、でも一つだけ聞きたかことがあったって。何ですか？半年前鈴木さんが助けたあん美人、あん女の人、あれから連絡ば取ったりしとうと？あ、いや、そんなことは。もったいなか。あげん美人、長洲の町探してもそうはおらんちゅうに。そうでしたっけ？顔はよう覚えとらんばって美人やった。俺やったら助けたついでに絶対連絡先の一つくらい聞くっちゃけどな。はあ、でもまたなんでそんなこと。うん？鈴木さん知らんと自分が会社のドライバー仲間になんて言われとうか。は？いや、怒らんで聞いてほしかっちゃけど、実は。俺か？まあ、四十過ぎの独身男が飲みに誘われてもいかん、風俗にもいかんとじゃ、そげん噂が立っても仕方んなかやろね。いや、俺は。ん？何？実は結婚しとったりすると？いや、そうじゃないんですが。まあ、
これも鈴木さんが堅物すぎるけん出た噂やけんね。気が乗らんとは分かるばってん、たまには会社の仲間ともお姉ちゃんのおる店行って酒の一杯や二杯つきおうてみるともよかと思うばい。はいはい、今はいって言うたね。ええ、そうですか。よし、それやったら今から行こう。善は急げっちゅうけんね。え、社長、もういい時間です。これからもう一件というのはちょっと。いや、今行くって言うたやん。男に二言はなか。みー、鈴木さん。あ、はあ、大丈夫大丈夫、仕送りしたりして鈴木さんが節約しとったら知っとるまい。今日は俺が全部おごるけん、一軒だけキャバクラつきおうてよね。わかりました。タクシー仲間から聞いたと思って、このオリビエっちゅう店がよかとこらしか。この店、うん、なんね、鈴木さんこの店知っとうと。いや。二名様でいらっしゃいますか。お、この店でいっちゃん綺麗かお姉ちゃんばつけてほしいっちゃけど、ナンバーワンの子。それではご指名ということでよろしいですか。指名料金は別途加わりますが。お金は払わん、フリでよか。バッテン、ナンバーワンの工場頼む。お客様、すいません、お金はちゃんと私が払いますからお願いします。はあ、それでは2名様ご案内いたします。どうも、ももです。なんねえ、そげん可愛くなかやん。ナンバーワンって言ったやろもん。つれんこと言わんでよ、こげんでもうち結構締めあるっちゃけんね。どうも、まゆみです。さすがナンバーワン、すごかねそんなことないですよ、私も年なんで。ナンバー言いよっとね。鈴木さん、よかおなごやんね。ええ、まあ。登場会がどげなもんちゅうとや。ああ、気分悪かばい。おら、新しかボトルば持ってこんか。なんや、せからしか客やね。誰ね、あれ。ああ、うちん店のケツ持ち。ケツ持ちって本職ん連中。うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来とったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か同情会とかいう組織の人たちが流すに来とってね、その人たちが店に来られんよ、上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあ、もう給料日に来んでもよかろうもん。なあ鈴木さん。ええ、まあ。
やけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払って、ほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同情会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出したよかだけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰すぎや。どうせそげんもん買う人って登場会連中が威張り腐りよるだけやろが。本気は何も分かっとるんちゅう。まったくばい。それに向こうの会長堂島大吾とか言うとったか。まだ36らしか。 36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。やったら俺らソゲンボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。あーくそ、んなことやっとらんぜ。こらかい、聞き聞かんな。おい、ボトルまだや。早く新しくやつは持ってこんか。はい、ただいま。お客様、お待たせいたし。遅いってくさん。失礼いたしました。お客さん。頭んきた。俺が追い出しちゃ。社長。よかってよかって、俺に任せとって。おい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 、こらやかましかって。こげん店で飲むときゃ他ん客んことも考えろ。こん酔っ払いがなんば俺たちに文句も垂れとったや。あ、下っ端がこうも安易に仇に手をかけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか、貴様誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざぎようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらうけんな。死にさらせよら。
せ。進路考え。ご迷惑をおかけしました。いえ、こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお灸が据えられてよかったと思います。多分もう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。そうですか。あれ、あの連中は何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。え、こんなこと。それじゃあこれで。いやー、よか店やったばい。俺今度からまゆみちゃんば指名しよっかな。それじゃあ明日も仕事頼んだけんね。お疲れ。お疲れ様です。
舐めてると痛い目見るぜ。やるのか。やるのか。来いよ。これでも俺なりに精一杯、茨の道を歩いているつもりなんですよ。四代目。ただいま。もう、お湯沸かしっぱなしだよ。Thank you.
ただいま。ああ、おかえり。